ジョージ・ヘンリー・ウィリアムズジョージ・ヘンリー・ウィリアムズは、アメリカ合衆国の裁判官、政治家。第3代オレゴン準州最高裁判所長官、第32代アメリカ合衆国司法長官、及びオレゴン州選出連邦上院議員を務めた。また、オレゴン州において、オレゴン州憲法制定会議代表、及びポートランド市長を務めた。 1823年3月23日、ウィリアムズはニューヨーク州ニューレバノンにおいて誕生した。父親はテーバー・ウィリアムズ、母親はリデ,ディア・グッドリッチであった。ウィリアムズは普通教育を受け、続いて法律を学んだ。ウィリアムズは1844年に弁護士として認可を受けた。ウィリアムズはアイオワ準州のフォート・マディソンへ移り、 弁護士として職に就いた。1847年、ウィリアムズはアイオワ州第一司法管区の判事に選任された。ウィリアムズは1852年まで判事職を務めた。1852年、ウィリアムズは民主党公認の大統領選挙人を務めた。1853年、フランクリン・ピアース大統領はウィリアムズを オレゴン州最高裁判所の首席判事に任命した。ウィリアムズは1853年末にオレゴン準州のセーラムに到着し、着任した。初期のオレゴン準州最高裁判所は、3人の判事により巡回裁判で実施され、事実審レベルの審理を担当した。1853年、ウィリアムズは、ホームズ対フォード裁判の審理を担当し、 オレゴン淳州において奴隷は違法である。すなわち、奴隷へ及びその家族は解放されなければならないと判決を下した。1857年、ウィリアムズはアメリカ合衆国第33番目の州に昇格したオレゴン州において州憲法制定会議の大議員を務めた。ウィリアムズは1858年に判事職を退いた。その後ウィリアムズは オレゴン州ポートランドへ移り、弁護士業を再開した。1865年、ウィリアムズは、オレゴン州から共和党員として、連邦上院議員に選任された。ウィリアムズは、連邦上院議員を1871年まで、務めた。1865年に、旧友のエイブラハム・リンカーン大統領が暗殺された。際、ウィリアムズは、 林ーンの葬儀において、棺の運搬役を担当した。ウィリアムズは、連邦議会において、上下両院合同のレコンストラクション監視委員会の委員を務めた。1871年、ウィリアムズは、アラバマ要求の解決交渉委員となり、ワシントン条約を締結させた。1871年12月14日、ユリシーズ・グラント大統領は、ウィリアムズは、 司法長官に任命した1873年、グラント大統領はウィリアムズを連邦最高裁判所長官に指名したが、ウィリアムズは辞退を申し出た。また、ウィリアムズの辞退表明に先立ち、上院司法委員会はウィリアムズを上院の承認手続きにかけることを拒否した。1875年、ウィリアムズは司法長官を辞任した。 グラント大統領はウィリアムズに中スペイン講師への就任を要請したが、ウィリアムズはこれを辞退した。1876年、ウィリアムズはラザフォード・ヘイズの大統領選挙を支援した。ウィリアムズはポートランドで弁護士業を再開し、また1902年から1905年までポートランド市長を務めた。ウィリアムズは晩年、ポートランドで 弁護士業を継続した。1910年4月10日、ウィリアムズはポートランド市内において死去した。ウィリアムズの遺体はポートランドのリバービュー墓地に埋葬された。ウィリアムズは1850年にアイオワ州でケートバン・アントワープと結婚し、娘一人を設けた。ウィリアムズは1867年に ケイト・ヒューズ・ジョージと再婚し子供二人を養子として迎えた ABCDE ジョージ・ヘンリー・ウィリアムズバイオグラフィカル・ディレクトリオブ・ザ・ユナイテッド・ステッツ・コングレスアクセストオーガスト27、2007 ABCDEFGH コーニングハワード・ M ・ディクショナリー・オブ・オレゴン・ヒストリービンフォーズモーパブリッシング1956ミルナー・ダレル ホルムズ・ブイ・フォード、アフリカン・アメリカン・ヒストリー・イン・ザ・ウエスト、ユニバーシティ・オブ・ワシントン、リトリーブド・オン2007年7月30日、オレゴン・コンスティチューショナル・コンベンション、ハット・オレゴン・ブルー・ブック、シュプリーム・コート・ジャスティスズ・オブ・オレゴン・ハット・ウッド。C.E.S. オレゴン、S. ジェントル・ジャイアント、ザ・ライフ・オブ、ジョージ・ヘンリー・ウィリアムズ、セネター、アトーニー・ゼネラル、アンド・ロイヤー。 ザライブラリー・オブ・コングレスリトリーブドオン・ノーベンバー二十二二千七 ABCD デパートメント・オブ・ジャスティス・バイオグラフィージョージ・ヘンリー・ウィリアムズありがとうございます